ました。生地が無事で何より生地がこちらになりますね。はい。すごい。174日。フランス出てからは実際は301日。はい、あ、10ヶ月間ですよね。セーリングしてた日数が174日。そうですよね。ので何万枚で32,000枚。すごいですね。6万キロ。6万キロ。そろそろ車買い替え時ですね。もうすごいいい経験をさせていただきました。プラス40。うん。ここに行かなきゃ未来もたくさんありますからね。またいい写真ですね、これね。で、これフィニッシュの時のクロアトの前の最後の本当に。左側はこれ、ラッキーお兄さんですね。ラッキーおじさん。ラッキーおじさん、中川さん。はい、未来のオーナーとおじさん。中川さんが乗ったリーグは毎回トップなんですよ。1位でしょ。1位でしょ。そうなんです。あの1レグ目優勝だったじゃないですか。1レグ目優勝、ね、はい、これ完全に来たなと、来たなと、いや、カジ売れるなと、いけるなと、いけるな、これいけるぞと思って、小西さんがね、あの乗るとトップだから、じゃあ小西さんぬぐい乗せようと思って、ぬぐい乗せたらいい方に行かれました。はい、まあ、だからそれも良かったっちゃ良かった、ね、そうですね、あのぬぐいのおかげで金色が落ちないように済んだかもしれないです ね、 ね、なんか前に起こって、はい、そう、ね、あの下のバルブの鉛が曲がってしまったんですよね。35日間かけて修理しました、ね。噛まれたのは先ですか。噛まれたのは、モロッコの手前でシャチ、今話題の、ね、本当にね、ジブラル海峡で、ね、毎日のように誰かしらが噛まれたんですね。なんで噛むんですか、ね、あれね、ゲームなんですよ。誰が壊せるかゲームなんですよ。シャチの中で本当にカメラで見ると3匹が交代交代に、はい、次はお前、次はお前、いや遊びを、ね、思いましたね。またストレスもあるんでしょうね、シャチたちは。でこちらが世界一周の3万2000マイルの道、もうね、ジグザグジグザグ走って、すごいですね。実際走ったのは尾崎がかなりジグザグジグザグジグザグしてますね。まあそりゃそうだなと、これね、なかなか行けないところもたくさん行けたので、ね、はい、2人ともそんなに喧嘩しなかったと。そうです ね、だから海の上では、まあ、10ヶ月か誰かしらと一緒でしたけど、ね、基本的にそういうあの喧嘩はもちろんないですし、お互いリスペクト、いい雰囲気で、はい、アンドレアとかルカとかと、ね、毎日もワッツアップで今日は何してるっていう感じで、本当仲良いですよ。モロキュー、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 キュー舐めてましたね、最後。で僕先週フランスちょっと行く用事があって、エステルでモロキュー買ってきて、モロキュー買ってきましたね。もう教えちゃいましたね、教えちゃいます、変な味を。そう、アンドレアさんは日本のカップラーメンです。あ、豚骨ラーメン、豚骨ラーメン、僕最後隠しましたから、あまりに食べられすぎて、食べて言ってましたね、ジェットボイルで、ジェットボイルで食べられちゃうんで。ルカさんも何かこう日本、ルカ日本のカレー、カレー、カレー、僕先週フランスの時に買ってきましたよ、カレーが、カレー、はい、日本食はね、もう全世界でいろんな文化を、はい、大好きですね。知らせましたね。ケープフォーナーはどうですか。ケープフォーはね、完全ベタベタでしたまさかの、まさかの、まさかの、まさかのベタベタ、はい、あの、北風が吹くと、はい、あのパタゴニアサンデーとブランケになっちゃうんですよ。なので、ちょうどケープフォーの風がなくなるんですよ。ただ北風が吹くと、そのケープフォーの手前のパタゴニア山脈に凝縮された風があるので、その手前はね、めちゃくちゃ吹く。僕ら60ノット吹きました。 60? はい、風よりもね、波が良くないですね。うん、びっくりした。ほとんど波で使っちゃったのが、使ったのが、アルゼンチン沖ですね。ウシュアイアから4日間だから、まあ、約1000マイルぐらい走ったところで使いますね。かなり悩まれた。でもまあ、もうあのそのまま走るのは無理だったので、まあ、まずは近くの港を探そうということで、まあ、マルデルプラタで500マイルになったので、そこから500マイル4日かけて、ね、港を。さて、どうするかですよね。そうですね。やめるか。100回ぐらいやめようかなと思いましたね。もうこれはもう、なるほど、大体みんなが、まあ、これは貨物船に乗せてフランスに帰るパターンだよねっていう感じだったんですけど、まあ、直せるならどうにか直してフランスに帰りたいと、ちょっと直して帰ろうということで、アメリカで1ヶ月かけて直して、中川さんとも相談して、もう海の上からずっと相談しながら、最初、浩司さんに海の上から食べたときは、もうこれで僕ら終わりです、あのこのまま夏までは貨物船に最後になっちゃいます、ごめんなさいっていうのが最初の。もしかしたら、移動を見て直せるだろうということで、はい、アトレスでなったんですか。そうですね、なかなか来なかった僕らがね、舞台に捕まった、ね、中さんが全然来なくてって、そうちょっとね、ブラジルに一日寄っちゃったんですね。 あの、そう、船のチェックをしようということで、まあ、ついでにハンバーガーを食べたんですけど、あ、どうしてね、ハンバーガーを食べたかった確かに。でもやっぱ船を直してからこのブラジルのレシピをよを超えるともう体勢を余力ないんですよ。そうですよね、最後の、そう、残り3000マイルとかも乗れないから、最後の、じゃあ最後のパーキングエリアです。最後のパーキングエリア、はい、はい、ただいろいろとトラブルがあってたくさん寄ったじゃないですか、はい、僕
僕らこういうのもともと8レグあるレースだけれども、うん、それでもプラスアルファによって世界一できたので、どこもやらないでこう世界一周するバンドグローブ、白石さんが出られてるバンドグローブは、本当に大変なんだなっていうのを、今回この世界一周をして、あの感じましたね。はい、皆さんのおかげですね。本当にもうクラウドファンディングを含め、あらかじめ皆さんのフォローをいただいて、無事に成功することができたし、北海道の皆さんも、はい、四国市の皆さんがね、こういう応援がなかったら、多分僕、途中で諦めてたと思います。ありがとうございます。感動ありがとうございました。ありがとうございました。これ僕の世界史の話だけど終わっちゃいますから。大丈夫。記事紹介の本音のですね、ネタとしてはね、本題は。ぜひ、家事四角堂にこの全てが、はい、今話した全てが、ありがとうございます。載ってるのが、はい、家事の7月号でございます。ありがとうございます。今回は先ほど表紙にもなりましたね、はい、あの石宮の、ウィンドワード、はい、オーシャンクラブに。うん、ぜひね、あやさんとマゾさんをコラボさせたいんですけど、ぜひお会いしたいです、ね、はい、もうすごいセーリングされてるでしょ、ね、未来に乗っけたいなと思ってるんですけどプラスに来ていただければと思います。そして今回のプレゼントは何でしょうか。はい、何ですかこれは。さっきほど紹介したオーシャンスプリングフェスティバルの T シャツ。おしゃれだね。これすごいドライでいいですね、夏着ても涼しいし、サイズは SMLもう一つはシャックルってですね、写真で出たのスナイプの形をしたマークの形をした、なんで、尻尾がマイナスドライバー、クリミ製作所、あ、そうですね、はい、さすが、いや、でも彼はすごいですよね、本当、いろんなの作っちゃうから、カーディン作ってくれたいろいろ情報満載で載っております。カーディン4月号、6月5日発売になります。ぜひ買ってください。お願いします。おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。